それではこれから大臣の閣議会見を開催いたします。お待たせをしました。本日、閣議で、特定産業廃棄物に禁止する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を、閣議決定いたしました。まあ、これは不法投棄のですね、廃棄物を、処理をするのに関して、特別の、様々な措置をする、そういう法律でございます。今回の改正はその有効期限を平成35年3月31日まで延長するなどの措置を講じるものでございます。10年間の延長ということになります。今回の改正によりまして、引き続き都道府県等がですね、行う特定、支障除去等事業への支援を行うことで、まあ、過去に行われました不法投棄に対してしっかりと対応できる体制を整えていますね。10年延長ということになりましたので、この10年間で、そうしたものを全て取り除けるように努力をしていきたいというふうに思っております。私は以上です。はい、1点が福島第一原発2号機の原子炉温度計の数値が異常に、はい、福島第一原発2号機の、原子炉温度計が異常の数値を示した問題で、はい、放電の機能を確実に故障だという見方を示しました。炉内の状況がまだ十分に把握できていない中で、冷温停止状態の判断や定義を見直すべきではないかという声も出ていますが、大臣の受け止めをお願いいたします。もう一点が震災瓦礫の広域処理についてですが、野田総理が先週末の会見で、全閣僚が各自治体に協力を呼びかけるように指示したというお話がありましたけれども、その具体的な計画なり、もしくは大臣のお考えですか、どんな形で全閣僚が各自治体に呼びかけるかというものがあればお聞かせください。はい、まず第一点目ですけれども、まあ、週末あたりからですね、週末よりは先週からですね、温度が上がっておりましたので、私自身も何度も担当者を呼んで話を聞き、まあ、常時情報を得るようにしておりました。まあ、熱電対の、まあ、この、計測器自体が故障していると、まあ、昨日の、夕方からですね、まあ、それは間違いないだろうということですので、そういった意味では、温度が急激に上がっているという状況でないことは、改めて確認をすることができたというふうに思います。